皆様こんにちは、今日は久しぶりにお料理の動画なんですが、今日はスペシャルゲストをお招きしたいと思います。それではよろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。ダダです。ヒカルです。アンです。なんかこの距離感どうしよう。どうぞどうぞ。はい、ここまでよろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、なんか私のチャンネルに、そうです、はい、出たいと友達に見せてもらって、はい、楽しそうだねって話もなんかしたいな、してみたいなって思って、まさかの逆オファーです。逆オファーね。いやだからもう最初聞いた時みたいな感じで、はい、っていう感じで料理2人 で何がいいかなと思って、なんか餃子とか面白いかなと思って、今日ここで作ってなんか夕飯の支度とかもお互いできちゃったらいいじゃんみたいな感じで、そうそう、今日はじゃあさ、なんかまあいろいろ積もる話もありますが、はい、なんか作りながら適当になんかこう話すとかどうかななんて思いまして、やってみましょう、はい、全然そういうことやったことないんですけどなんか楽しいですね、うん、おもちゃ使って本当に、おー、いい音。だから初めて30代にして子供3人連れて子供3人連れてすごい。映画としてどういう感じに、どういうテーマなのかとか、紙資料、文字で欲しい方で、うん、中華料理、あ、大丈夫ですか。ではちょっとエプロンつけたところでよろしくお願いします。まあでも餃子ってあれですよね、なんかそれぞれのなんか家庭の味みたいな。そうですね、なんか若干好みとか違うじゃないですか。なんかニラ使います。ニラ使います。ネギもキャベツも全部出しちゃいましょうか。白菜さっきチラッて見てすごい気になってたんですけど、見たことない。達者でな。あ、達者でな。達者でなって書いてある。確かに可愛いと思って。普段でもロンドンにお住まいなんですよね、イギリスというか。はい、あんさんパリ。そうなんです。じゃあロンドンで餃子とかなんか中華っぽいのとか、あれ作ったりします？ロンドン、はい、作ってます。なんか中華とかそういうエスニック美味しいですよね。なんかでもうち私作ってるの餃子ぐらいかな。なんかお店もなんか結構やった、ブンブンチョッパー。あ、そう、ブンブンチョッパーこれ回し物のように私はやっぱりいいですか、ブンブンチョッパー。いや、ぜひこれ持って帰った方がいいと思います。これ普段お家で何してます？お子さんとか。うち、なんか4分の1ぐらいの時はお互い猫のふりしてるんですね。どういうことですか？ニャーみたいな。普通にしても、あーって言ってきて。かわいい。ほら、すみません、もう、あ、本当だ、早い。早い。今度からやる。餃子にはね、もうすごいいいんですよ。夏休みずっと日本にいます？結構今回はがっつり帰ってました。ちょっと映画のプロモーションとかもあったりで。あ、そうか、そうですよね。あ、そうそう、私たちのね、なんでここに私が来てるのか、数少ない接点としてそうだった。私が出演させていただいてたキングダム の主題歌を、はい、はい、その説はという説はお疲れ様でした、お疲れ様でしたみたいな。試写会をスタッフと、スタッフって言ったら本当ごく少人数の、と息子と、まあ、私のお友達で見たいって言ってたキングダムファンの友達とか、はい、本当数人で見させてもらったんですけど、まさかの息子が初めて映像作品とか映画とか見て泣くっていうのを目の当たりにしてびっくりしました。すごいですね。なんかそれね、ずっとその話してます。あれですか、主題歌作るときってどういう情報で作るんですか？だいたい原作があって、でもちろんその映画としてどういう感じに、どういうテーマなのかとか、紙資料、文字で欲しい方で、あ、もう絵じゃ、逆に絵じゃなくて、ね、映像だとちょっと情報が多いから、脚本とかあらすじとかそういうのを見て、
はい、ですね。まあ、原作があったら原作を読んで、映画とか作品のオファーいただくときは俳優さんだとどういう感じで来るんですか？なんかやっぱりできれば台本読みたいなとは思うけど、でもやっぱり台本は受けてからもらえることが多いから、やっぱり最初は企画書とかですね、とかあとそのスタッフの監督が誰とか、そうですね、プロデューサーが誰とかみたいな。あ、文鳥さん使います？文鳥さん、こちらを、はい、出た、ブンブンチョッパー、はい、じゃあここ引っ張るだけ、ブンブンしてください、はい、こう、おお、私あの調子に乗って塊の人参をガンガン入れたら壊れたことがあって、人参を入れるときはちょっと細かめに。なるほど。でなんか楽しいですね、おもちゃ使ってる、本当に。あとこれだと子供も結構お手伝いしやすい。そっか、うん、危なくない。じゃあ今度からちょっと息子にみじん切りをお願いできるっていうの。ちなみにロンドン、世界の中でロンドンに決めたっていうのは住むとこですか？そのなんかもうだいぶ前ですけど、もう結構長いんですよね、もう、11年くらい。アンさんっていくつぐらいからこれガンガンお仕事してます？始めたのはでも15歳中3ぐらいで、まあ、でもすぐ高1ぐらいからもう一本に絞って、学校もひとまずその高校卒業の資格だけバーって取っちゃって、あとはもうがっつり働いてましたね。じゃあ割と近いのかな、その辺。なんか私も日本でのメジャーデビュー、いわゆるちゃんとしたデビューが15歳で、そのぐらいからこうすごくでデビューしていきなり、まあ、とてもなんていうラッキーっていうかありがたいことですけど、すごく人に知ってもらえて一気にガーって有名になっちゃって、その時との生き方があんま変わんなかったんですよ。大人になっても生活に必要な能力が何も身につかないまま20代に入っていっちゃって、なんかこのまんまじゃいくつになっても何も自分でできない、ちょっと大人にままでいるの嫌だなって思って、なんか生活をちゃんとできる人、家借りたりとか、こう銀行口座開いたりとか、インターネットとか電話の契約したりとか、そういうのができるようになりたいなと思って休みを取って、まあ、取らせてもらって、それでニューヨークとかに住むことを考えつつ、それだともう新しくやることがあんまなかったんで、誰もほとんど誰も知らないロンドン、でも英語は通じるし、それこそ興味がすごくあったヨーロッパのいろんな街にも行きやすアクセスがいいし、確かにそれぐらいの距離感とかいいなと思って。パリはいつぐらいから住んでるんですか？もうちょっとでちょうど1年ぐらいだから、まだまだほやほやで。そっか、結構慣れるの大変じゃなかったですか、暮らし方とか。東京からパリですか？東京からパリで、でも私もあの全然その住んだことが東京以外なくて。へえ。そう、だから初めて30代にして子供3人連れて子供3人連れてすごい、まあ、小学校のタイミングだからちょうどいいかなとか思って。じゃあ、まあ、アンさんもそうだけど、お子さんたちも初めての海外暮らしみたいな、なんか抵抗というか不安みたいなもの最初なかったですか、あの子供たちからも。なんか子供たちはなんかでもやっぱ最初はその割とイベントっぽい感じで、でもなんか意外と、まあ、あと小学生になって初めて勉強するっていうくだりになって、なんで毎日勉強するのみたいな、いやそれは世界中一緒だからねみたいな、どこに住んだでもそうかそうかそうみたいな感じで。いくつぐらいから旅行し始めました、子供と。海外は子供たち1歳とか。へえ、1歳で旅行？普
双子連れて、うん、そう、まあでも本当友達と一緒に行ったりとか、全然一人で旅行はこの間初めて行ったぐらいで、誰かしら友達の家族と一緒に行くとか、うんうんうん、いう感じで。1歳の時にじゃあ連れてったとこっていうのはどこですか？沖縄とか、あと、まあ、近隣 の、 あの伊豆とか草津とか、なんかそういういろんなところ。なるほど、うん、私あの子供と2人だけで行き始めた旅行が楽しくて、うん、それが去年かな、うんうんうん、だからレイクコモとかイタリアの、へえ、この辺。でも日本にもっといろいろ連れてきたいです、日本のいろんなとこ、うんうん、私今回はまあ仕事も兼ねてなんですけど、大阪、京都とか、うんうん、北海道とか河口湖とかみたいな。いいですね。でも私3人いるから、うん、あの1人と旅行したいなって、それぞれ、うんうんうん、なんかやっぱり話す時間みたいなのがあったらいいなみたいな、ゆっくり。あ、いつも私も欲張って今早速1個目やったんですけど、 あの入れすぎて最後出てきちゃう、破れちゃうパターン。あのうち、うん、息子が本当チーズ好きで、それで餃子作る時絶対チーズ入れてって言って、で何個か試したんですけど、やっぱりピザ用のチーズが一番溶ける感じが良くて、うん、今日もそれなのでちょっと隠し味ぐらいに入れておきます。宇多田さんってちなみに辛いのは？辛いのは大好き。大好き？大好きです。あ、本当に。サテトムって知ってます？え、サテトム。サテトム、そう。何ですかそれ？哲学者の名前みたいな。いやサルトルみたいな。あのベトナムの何だろう、食べるラー油みたいなので、へ、最近日本のスーパーとか、あのあとコストコとかでもちょいちょい見るようになって、それがめっちゃ美味しくて、今日ちょっと持ってきたので、あのちょっとそれもし辛いのが好きだったらちょっとどうかなと思って。餃子と、いや餃子でそれ使うんですか、うん、お家で。うちで、うん、食べたり、 あとそのよくお酢で食べるとかラー油で食べるとか、いろいろ味変するときにサテトム使って。あ、なるほど。じゃあちょっと出来上がったので、いくつか味見用で、はい、じゃあでーっとで入れていきます。どうしようかな、三三、いや縦か。はい、はい、入れます。はい、おー、いい音。うまくできるといいんですが、うん、皮がね、いい匂いですね、うん、しい。餃子何つけて普段食べます？私お酢が大好きで、うん、親も異常にお酢好きなやつ、ね、お母さんが作ってくれたおやつがきゅうりの酢につけた、なんかどれ酢と油の対比が逆みたいな、酢がほとんどの。学校から帰ると時々それ作ってくれて、でも、まあ、料理基本的にしなかったんで、それだけはいつでも作ってくれて、食べ終わった後鏡見ると唇の内側が真っ白になってるぐらい。もう白あれ酢でね、酢でただれちゃってんじゃないですか。焼けて、皮膚焼けてる。そのぐらい酢が好きだったんで、あの 酢が多めの酢醤油に辛いのもつけたからラー油ですね、うんうん、普通ですね、うん、え、すごい。いや、なんかちょっとブツブツになって、これ餅だからすごい、あまり見たことのない状態に。でもカリカリになってそうで美味しい、うん、なんかヨーロッパと、私あんまりその日本で子育てした経験が逆にないんで、うん、友達の話とかでしか分からないんですけど、ヨーロッパに引っ越して、まあ、フランスで、うんうん、すごい違うなって感じますか？子育てはしやすいかなっていう、うんうん、あのそもそもヨーロッパってあのなんかエスカレーターとか全然ないじゃないですか、うんうんうん、でもなんとなくこうベビーカーで階段に差し掛かると、どこからともなくなんかわって人が来て、うんうんうん、なんかとにかくなんかもうヘルプするっていうのが結構根付いてるから、うんうんうん、
海外のそのなんか子供をみんなで育てるかみたいなのはすごい素敵だなと思って、あの誰も嫌な顔しないですよね、うん、子供に対して、うん、パカッ、おお、あ、美味しそう、できました、じゃんじゃん、イエーイ、綺麗、ちょっと羽がちらりと、はい、じゃあ、楽しみ、チーズ入り、まあ、私はそうそうと、わー、わー、すごい、こんなに火が強い、火が強いよ、思ったより強いな。この間の東京でしか行かないようにスーパーに行くから、うん、いつもと違う調味料とかあるじゃないですか、うんうん、それでレジの近くでこう試食っていうか、これどうぞって店長さんみたいな人がおすすめしてくれたのが、うん、白バルサミコ酢っていうの でマスタードの粒が入ってて、なおかつその砂糖、バルサミコ酢って結構砂糖多いじゃないですか、うんうん、作る過程のそういう砂糖が入ってないんですって教えてもらって、なんかすっきりし、ちょっと甘いけどすっきりしてて、マスタードがすごく美味しくて、この間薄口醤油っていうのとちょっとそれにこの気持ちオリーブオイルとか入れて食べてみたら、うん、結構このチーズ餃子も美味しかった。確かに美味しそう。いつも日本から帰るときって何買って帰ります？本とかで重くなっちゃうんですよ、ね、だから結構送ってもらっちゃいます。こっちで買っちゃった子供の靴、あスニーク、すぐ大きくなっちゃうじゃないですか、うんうんうん、足が。こっちで買ったユニクロの服とか靴とかと、私がなんか買っちゃったりもらったりして増えた本とかはもう、うんうんうん、とにかく送ってもらいます。ちょっと一回開けてみようかな。やっぱり日本食で料理屋さんもあるけど、あの中華、中華で、あ、熱々、あ、大丈夫ですか？熱々、やばいやばい、危ない危ない顔に飛んでる置いとこう、置いとこう、置いとこう、ごめんなさい、いや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 、本当に冗談抜きでなんか見たことない姿なんかまさかの YouTube のアンチャンネルでやるっていう蓋開けてギャーみたいな。でもいつもいつもこんな感じ。あ、本当ですか。もういいのかな、いいんじゃないですかね、うん、大丈夫かな、どうなってるかな。お、よし、どうしよう、あちち、あちち、あ、おーいそう、着地、できました、はい、食べ、あ、なんかどうにか、おいそう、どうにかなってます、大丈夫かな、いい焦げ目しゃこっちの結構焦げてるけど、よし、大丈夫大丈夫、じゃあこれでお願いします、はい、じゃあちょっと味見しましょう、はい、わーいちょっと味見タイムでいただきます。じゃあちょっとお互いのをちょっと、そうです ね、でも、うん、どうかな、うん、確かにチーズ入れすぎずがすごいいい、ほのかに変わるみたいな、ほんのりってぐらいですか、よかった、うん、おいしい、あの何か隠し味っていうか、うちのちょっとこう違うのみたいなのあります？でも毎回違う、変わるかも。あのキャベツで作る時もあるし、うんうんうん、今日は白菜だけど、なんとなくその時の食材とか、だから全然毎回多分味は変わりそうだなって。なんか友達に言われません、うん、お、料理本作りなよとか、うん、言われる、うん、レシピ教えてよとか言われそう、うん、でも私が全然その分量を言わないからでも私 あの一番仲いい友達も本当、うん、料理上手で、いつもみんなに料理本出して出して美味しいって言っても、本当分量見てないから考えてないから、うん、うまい人ってこうなんだって、今日もやっぱりみたいな、
あとその毎回味が変わるから、うん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 、なんかこれですみたいなのをあまり言えないなみたいな、なんかその日その時のお家にあるもんで適当にペーって、だからもう一回同じのあれ作ってて、何食べたの、うんうんうん、みたいな。そのサテトム。サテトムつけてみちゃおうかな。ぜひぜひ。ちょっと上に。初サテトム。初アンさん料理に。いいんですか。あ、美味しい。美味しいですよね。やった。ベトナムの工夫系が、うん、今ふわーって。これ例えばおそうめんとかに入れても美味しいし、冷ややっことかにかけても美味しいし、唐揚げとか何でもとりあえずかけちゃうみたいな。唐揚げもやばそうですね。私パクチーとかも好きなんですけど、うん、そういうこう薬草っぽい味もあるし、うん、甘いんですね、なんか。そう、なんかこの、うん、多分干しエビの甘さみたいな。うんうん。あれ、そういえばお酒とかって飲みますか？お酒も、うん、昔ほどは飲まないけど好きです、うんうん、何飲みます普段？普段はワインですね、一番は。ロンドンに引っ越してちょっと前までは、うんうん、ウイスキーとスコッチがすごく好きだったんですけど、めっちゃロンドンな感じ。やっぱ強いなと思って、最近はワイン、白ワインが好きです。なんかブルゴーニュとかの。お、じゃあ今度パリにいらしたらワイン会。白ワインと餃子。強くないですけど。また餃子。また餃子。パリでも餃子。パリで。あ、でも近いからなんかちょっと行き来して、うん、なんか子供同士遊ばしたりとかもしたいです。したいですね、ロンドンにも来てください。ぜひ。この間私あの仕事で一人で行ったんですけど、うんうん、あの子供たちはまだ連れてってないから行ってみたいなと思って。お子さんとご一緒でも、はい、もう一人でプラッと来たからでも教えてください、はい、あの初対面いきなりカメラ前で餃子を作るっていうちょっと謎の初対面になっちゃったけど、あのよかったら今後ともとも仲良くしてください。よろしくお願いします。仲良くしてください。今日本当に来ていただいてありがとうございました。いやいや、もうありがとうございました。私がお願いして出てきたようなもんなんで、本当すごい嬉しかったです。もう結構見てた、すごい見てた。ありがとうございます。じゃあまた。ありがとうございました。ありがとうございました。